はい、今日はバンドスコアの記号の見方ですね、やっていきたいなと思います。初心者の方はもちろんですけども、それ以外の方でもね、アメリカとかイギリスとかで作られたタブ譜の記号と日本で作られたタブ譜の記号と違ってたりする時あるんですよね。僕が思いつく範囲でですけども、まあ動画の利点を利用してこの記号はこんな音になりますよとか、こういう弾き方こんな形になりますよっていうのをやりたいと思います。例えばピッキングハーモニクスとかね、ゆっくりやるとそのニュアンス出せないっていうね、奏法もありますので、フレームレートっていうんですかね、 60fps なんとかとかあるじゃないですか。なんとかカメラの設定を変えてスローモーションですけども、なるべく画像が繊細に映るように、まあ僕の少ないカメラの知識でやってみたいなと思います。まあ成功するかわからないですけども。それでは一つずつ見ていきましょうか。日本ではチョーキングって言うんですけども、海外ではベンドって言います。ベンドアップダウンって書いてますね。最近はね、日本でもベンドっていう人増えてきてると思うんですけどね、僕ら若い時はベンドっていう言葉知らなかったですね。次もクォーターチョーキングって日本では言うんですけど、クォータートーンベンドって書いてますね。でね、クォーター、QB って書いてたらね、クォーターベンドですね。クォーターっていうのは半音の半分ですよね。まあ、厳密に4分の1音上げるっていうよりも、音をね、気持ち上げるっていう感覚でやるといいと思います。プリングですね。プリングはね、指を離すだけでは音が鳴らないんでね、ちょっと下に引っ掛けるような感じで離していきます。こんな感じです。ちょっと下に引っ掛けてますね。プリングオフのことをプルオフで、ハンマリングオンのことをハンマーオンっていうみたいですね。日本ではね、ハンマリングとかプリングって言いますよね。レガートスライドっていうのはね、ワンピッキングでやるっていうやつですね。これはブラッシングって言ってるやつですね。マッフルドストリングスって書いてますね。こんな感じで弾きます。はい、ナチュラルハーモニクス。これは、まあ日本でもナチュラルハーモニクスですね。これのコツはですね、指をフレットの上に軽く当てといて、その指の力を限りなく抜くのがコツです。そうするとね、ピッキングした反動で指が勝手に離れてくれるんですね。その自然な感じでやるとハーモニクスになりやすいと思いますので、ぜひ試してみてください。これが超スロー映像なんですけども、まあ、こんな感じになってます。上から見たところですね。フレットの真上ですね。次はパームミュートですね。こうやってブリッジから弦が出てきてますよね。その弦の根っこのところに軽く手を当てていって、それでどれぐらいミュートがかかるかちょっとね、探ってみるといいと思うんですね。こういう風にやるといいと思います。一番欲しいサウンドが鳴るところを見つけて、その状態でピッキングしていきます。はい、これはね、タッピングハーモニクスっていうやつなんですね。押さえたところがもし5フレットだったら、そこに12フレット足して17フレットのところを叩くんですね。ポーンと軽く叩くと音が鳴ります。はい、ピックスクラッチですね。ピックの先で力を抜いた状態でガリガリガリってやるとね、このガリガリ感が出るとね、早く動かした時にギュンとなってくれるんですね。で、このね、ピックスクラッチっていうのもね、向こうではね、ピックスクレープって書いてますね。スクレープって言うんですね。スクラッチって言った方がね、イメージがつきやすいと思うんですけども、この譜面だけなんでしょうかね、スクレープっていうのは。ちょっとわからないですけども、スクレープっていう言い方もあるみたいですね。はい、続きまして、ピッキングハーモニクスですね。はい、向こうではね、これイギリスの譜面なんですけど、ピンチハーモニクスって書いてますね。記号的には PH なんで一緒なんでね、あんまりややこしくはないですけども、これがね、ピッキングした時に親指を弦に擦りつけるってやつです。
超スロー映像で見てもらってます。これね、ゆっくり弾いてるわけではなくて、パーンってやったやつをスローモーションで録画しております。やっぱりこの電気ってついたり消えたりしてるんですね。後ろのランプがピカピカしてますけども。はい、次はね、なんて読むんでしょうね、これ。アーティフィカルハーモニクスって書いてますね。これも右手で12フレット先のところを鳴らすんですけど、指でポーンと叩くんではなくて、指を力を抜いて置いた状態でピッキングします。レイクって書いてるのかな。ニュアンスをつけるあれです。ズランってやつね。2、3弦はミュートして1弦だけ押さえてる感じです。で、そのミュートを外すとこんな音になります。ミュートするとこんな音になります。次はライトハンドタッピングですね。これはライトハンドって言ったり、タッピングって言ったりしてるやつですね。スローモーションで撮ってみたんですけども、ちょっとね、アングル的にいまいちですね。ちょっとわかりにくいですよね。はい、トレモロピッキングです。これね、素早くピッキングすると引っかかりますよね。引っかからないようにするコツは、なるべくピックの先でピッキングすることですね。トリルですね。ハンマリングとプリングの連続です。これね、ビブラートバーディップって書いてますね。バーっていうのは、このアームの棒のことですよね。バーですね。この数字。どれぐらいの音の幅を何回やるかっていうのを書いてると思うんですね。音にするとこんな感じでしょうか。次はビブラートバースクープって書いてますね。ビブラートバーっていうのはアームバーのことですね。弾くときにニュアンスをつけるためにアームで一瞬ダウンしてピッキングすると、いわゆるしゃくってるフレーズになるんですね。続きまして、ビブラートバーダイブ&リターン。音符通りになるようにアームで調節するっていうやつです。はい、シフトスライドって書いてます。さっきのスライドとの違いは、スライドの先の音もピッキングするんだと思います。これちょっとね、僕も自信ないんですけども、英語のわかる方コメント欄で教えていただけたら嬉しいです。おそらくレガートスライドがワンピッキングでピャーンですね。で、シフトスライドがその先の音もピッキングするターンターンだと思うんですけど、ちょっと自信ないです。すいません。まだまだいっぱいあるとは思うんですけども、今回はこれだけです。はい、いかがでしたでしょうか。少しでも見てる方のお役に立てたら嬉しいかなと思います。それでは今日の動画はここまででございます。最後までお付き合い本当にありがとうございます。また近いうちに動画でお会いしましょう。それではお元気でーす。さようなら。はあ、北学ぶのに近道などそんなものあるなら知りたいです。確実に積み上げる練習こそ無駄がないと先生は